神の国の皆様、ありがとうございます。素晴らしい、みずみずしい、青年学生の、発表の後、受けて、これからの時間は、新創刊、今の学生連盛会の中でもたびたびなんか出てきましたけど、新創刊というのは、この神を思い見るということで、谷口正治先生、成長の創始者の谷口正治先生が私たちに伝えてくださった、お祈りですね、そのことを、申すんですけれども、それについて、今日は、いろんな種類がありまして、その、一つ、自己礼拝の新創刊というのを行ってまいります。その前に、この光明、喜びの光明献身会、我が愛護三端は、が、その、光明生活の出発になるということで、この方は、ご存知ですかね、つい8月の末に、世界陸上で、やり投げの、で、優勝しました、北口、遥さん、旭川出身で、私も旭川に、数年ほど、4年ほどおりましたので、親しくように、存じませんけど、親しく感じて、そのお母さんが素晴らしいんですね。やっぱり、この、いつも笑顔でいなさい。笑顔はあなたに幸せを引き寄せるよというふうに言われて、それを素直にこう心の糧にしてたと。やっぱりそういう心がですね、やっぱり種まかれて、この彼女は一人で単身、チェコですかね、渡って数年間努力して、そしてその苦労の中も感じさせない、この爽やかな笑顔を優勝を引き寄せたということを教えられて、ああ、やっぱり大事なんだなというふうにですね、この我が愛護三端は、大事だと教えられた一つです。さて、先ほども言いましたけども、その谷口正治先生のが授けてくださった新創刊には、これほどあるんですね。一応数えて、今ここに挙げただけでも17、新創刊という名前をつく。で、ちょっと緑色になって、色分けしてあるのは、今までの光明献身会で皆様と一緒にやってきた新創刊です。一番根本の、新創刊はこの一番の基本的新創刊、あとはご覧の通りで、今日はその8番目に掲げてあります自己礼拝の新創刊を実習したいと思っています。我が愛護三端が大事だよということを、早川講師の、自らのお母様の体験を、紹介されましたけれども、そのもう一つ、成長の例では縦の真理とも呼ぶんですけれども、こういう言葉があります。真理への道はただ一つ、人間は神の子だ、ということであるということなんですね。この、人間は神の子だ、皆様も、私も、現象的にはね、ぼやーってしてる時にもし、あれ、かのように見えていても、神の子で素晴らしいんだ。いうことが、この、説いてくださってます。で、時間があまり、実習もありますので、それをちょっと駆け足で行きたいと思うんですけれども、谷口先生は、心を明るくすることも、人を裁かないことも、取り越し苦労しないことも、持ち越し苦労しないことも、人を嫉妬しないことも、親切な生活をすること、どれも大事だ、というふうに教えてくださってます。生命の実相に生活編という5本があるんですね。それには18種類ですかね。の、こういう生き方、光明生活をするのには、こんな生き方を心がけたらいいよっていうのはあるんですけれども、もう一つ大事な、というかな、それらの素晴らしい徳を網羅して完成したのが、人間は神の子なんだということを、谷口先生は教えてくださってるんですね。心の法則と言います。そのいろんな生き方をしなさい。こういうふうに良い言葉を使いなさいっていうのは、それを、心の法則を生かしましょうって言うんですけど、その前に大前提があると。人間は神の子だから良くなる。ということです。石ころに素晴らしいねって言っても、そのままで何も変わらないんですね。
ちゃんと答える、聞く、受け止める力があるから。先ほどの65年間でしたっけ、早川先生に言って、生まれた、ね、小さい時に、お前はバカだなって言われたら、それがもう、奥底に、心の奥底に染みついてしまって、俺は頑張ろうと思ってもダメだっていう。だけど変われた。それは、もともと、私たちは素晴らしい神様の命をいただいた存在、神様と一つの存在なんだ。だから、変われるということですね。谷口先生、今日は聖歌では歌わないんですけれども、命柱の歌っていう、まあ、専属要塞の後、よく皆さんと歌いますよね。その、お歌の解説をされたお言葉があるんですけども、その赤い字で、今、ちょっと小さいでしょうかね。この歌はですね、谷口先生は、現代の教育者たちは、我々人間は結局死すべきものであって、肉体という物質人間であるという、その愚かなことをついているんだと。この歌はですね、誰がそんなバカなことを言うか、と嫉妬しているんですと。この聖歌は、我々人間は不滅なる神様の命を宿して、それが神の子として誕生して、今、ここに生きている。今、この、日本橋の練成道場のこの部屋、それからネットを通じてご覧になっている、皆さん、一人一人が神の子として生きているんだ。神の子を、そんな素晴らしい神の子を肉体人間だと誰が言うのか。私たちの命は、とこしえに朽ちることない、永遠に壊れることのないものだ。我は立つ命柱ぞという歌が、歌詞が続くんですね。そして、その自分の存在の中心として、神の命がここに宿っているんだ。それが生命の実相であるという歌、ということで、あとは聖なるかな、神の恵しごというふうに称えていくんですけれども、その最後の方に、合唱す君の命にという、ところがあるんです。この合唱す君の命にというのは、自分だけが神の子じゃない。我々の周囲にいる全ての人々は神の子だから、自分の命を拝む。全ての人がみんな神の子であって、素晴らしい光明三千と輝くところの命が甘くなっているのがあなた様でございます。という悟りの歌でみんな拝ましていただくことになる。それと同時に、皆さんも素晴らしい。その拝んでいる自分の命もまた神の子であると顧みて、礼拝することが、礼拝する。ここに深層感の深い境地があるっていうこと。ここに今いる皆さん、対面して、まあ、今日初めてね、お見えになった。なんか、やたら神様の言葉が多いなって思われてるかもしれませんけど、素晴らしい。私も、あなたも。皆さん素晴らしい。拝ましていただく。そのお祈りをするのが深層感だというふうに、まあ、言われてますね。だから、私の命はただ肉体ではないっていうこと。それが谷口正治先生の教えの一つですね。特徴の一つ。みんなも礼拝し、賛嘆し、感謝し、するけれども、その命、同じ自分もまた礼拝すると。この思いに徹して、まあ、少しの間ですけれども、お祈りするのがこの自己礼拝の深層感。まあ、基本的深層感もそうですけど、まず、ちょっと先に、また後でいきます。だから、また別な言葉では、自分を尊敬しなさい。なぜ？神の子だから。赤いところ。私の肉体は神の命の権限、現れですね。神様の命がこう現れている。それを忘れるから病気が起こってくる。悩みが起こってくる。というふうに谷口正治先生が教えてくださっています。人を拝みなさい。人に感謝しなさい。という教えですけれども、忘れてならないのは自分を拝むこと。自分に感謝しなさいということです。また繰り返し言ってるんです。ね。
だから人はあまり自分のね、自信のある人はもうそんな感じないかもしれませんけど、大抵自分は自信がなくてダメでとか、ここが痛くてとか、そういう悪いところに良いところを見る習慣を、それは自分だけじゃなく、ところがですね、私たちはなかなかそうかできない性分がありがちなんですよね。近くにいる人にはなかなか良いところが見えなかった。あの素晴らしい富士山も遠くにいるときは素晴らしい美しいこう姿ですけど、5合目から上に上がって頂上まで登った私もありますけれども、だんだん上に上がれば上がるほど才能河原みたいに石ころゴロゴロです。まあゴミは最近なくなってね、いますけれども、それと同じ。家庭でも、夫婦でも、職場でも、ご近所でも、近くにいればいるほどよく見えますから、いろいろ。だから、わ、そういうところがやたら気になる。そういう方はここにはいらっしゃいませんかね。皆さんね、素晴らしい、ね、主人です、夫です、妻ですとか、子供ですとか。いうところあるけど、もっとこういう風にしてくれたらいいのにとか、そういうの思いますね。よくお母さんで、うちの主人はずっとお酒ばっかり飲んでとかね。うちの子供、孫はいつもゲーム遊びしてとか、ね、今はスマホになってますからね。ばっかりじゃないんですよ。ばっかり見てるのはお母さんとかお父さん。いろいろしてるんですよね。子供は子供なりに。だからそういう、あ、それこそそういうところを見たらそれはやめて、素晴らしいねっていう先ほどありましたけど、そういう切り替えていくことを見る。まず、そこを心がけていくということですね。自分を尊敬しなさい。これを、まあ、谷口、このお話は講習会という大きな、行事で、お話しされたんですけど、この正密講習会で自覚していただくことが大切です。自分を尊敬せよ。立派な人ほど自分のことを忘れて自分に辛く当たる人がいます。あります。自分を憎んだり自己を嫌悪し起こしたり、これではいけない。自分をもっと尊敬しなければならないのです。ここに神の自己実現があるんです。これは続けての講習会で、昨日も言いましたが、我、常にここにありて滅せず、ここに如来がいるのでありますと。まあ、神の子が嫌いって言ったら、仏教的には、如来がここにいる。私なんだ。皆さんなんだ。如来同士拝むんだ。ということ。それを知って自覚を深めてくださいというのが谷口先生の願いですね。同じく、まあ、自己劣等感。まあ、飛ばします。一番最後の三行のところ、赤い字ですが、人はどうもつぶやきが多すぎて、その言葉の力によって、自分自身の運命の進展を妨げているんです。だから、まず、その、自分を良くなろう、幸せになろう、そう思ったら、まず、その、否定する気持ちが浮かったら、いやいや、そうじゃない。神の子なんだ。神の子なんですよっていうことをね、思い出していただければね、いいと思うんですね。同じです。今日のテキストの、青年の書のにも、やっぱりそういう神の子の自覚、神様と自分は一体だという、そういうことが先生教えてくださってます。お持ちの方は153ページ、ですけれどもね、そのあたり。読ませていただきます。ここに掲げています。されば常に我らは心の中に神と同波長の思いを起こさなければならないのである。神は愛であるから愛の波長を起こさなければならないのである。神は無限の知恵であるがゆえに、我がうちに神の無限の知恵があると心に描いて、その知恵を感受する波長を起こさなければならない。この波長を起こすことが深層観であります。道を歩くときにも、常に我神と共に歩む、心と心に念じる、我神と共に歩む、
これこそ大いなる夢を描くことなのである。我、大いなる知恵と共に歩むと心に念ぜよ。これこそ大いなる夢を描くことなのである。ここ先生に2回繰り返して、書かれています。いかなる困難が来ようとも、数分間目をつぶって、我がうちに神が宿っている。神が必ずこの道を切り開きたもものである。こう唱えなさいというふうにおっしゃっています。ちょっと皆さんとね、声出して唱えましょうか。我、神と、この神と共に歩む。はい。我、神と共に歩む。ね。素晴らしい。同じく、次の続けてでも同じことがまあ書かれてあるんですけども、その最後、後ろの3行目にもありますね。ここでも繰り返し最後、常に神、我と共にありと念じて、その自覚を高めることが大切であるということであります。いつも神の子が歩いてる、神の子が歩いてると。この演出、この研修会終わって、浅草橋か、あるいは幕露町の駅か、あるいは車で帰られるかわかりませんが、ね、神の子が歩いてる、神の子、我神と共にある、神様と一緒、そういうふうにね、思い出してながら、いただければいいと思っております。ここでもまた皆さんと唱えます。唱えたいと思うんですね。一緒に、私は神の子です。幸せになります。なりました。さあ、唱えましょう。私は神の子です。幸せになります。なりました。はい。ありがとうございます。素晴らしい。ということです。では、この自己礼拝の真相感ですが、最初に、初めての方もいらっしゃる。最初に神呼び歌という歌、4首ですね。それを唱えるんです。生きとし生けるものを生かしたまえ、たまえず、身をやがみ、元摘みたまゆ、咲き生えたまえ、我が生くるは我が力ならず、貫きて生くる身をやの命、我が技は我がなすにあらず、雨土を貫きて生くる身をやの力、雨土の身をやの道を伝えんと荒れますし、成長の家の狼守りませ。その後、気合、言う、という、ことは唱えます。初めて聞いた、なんだと思われたかもしれませんけど。まあ、言うっていうのは、こう、命が湧いて出るっていう。それで言う、という気合ですね。剣道でとか、空手とかの、えいとか、そういう短い気合じゃなくて、言う、お腹の底からこう、その神様の命が湧いて出てくるという思いで祈ります。その後、生命の実相の勧行編にはこういう言葉を唱えて入るといいですよと教えてくださっています。成長の栄を通じて働きたもう神よ、この合唱をアンテナとして大生命と一体にならせたまえって。まあ、これをなくて、いきなり次の祈りの言葉、気合の後、その祈りに入っても構いません。どうやって祈るかというと、我今五感の世界を去って実相の世界にいると唱えます。この現象界をこの肉体、肉眼で目で見ると、いろんな良いことも悪いことも現れているように見えますよね。その目を一旦つぶります。そして光り輝く神様の世界、谷口先生はそれを実相の世界と教えてくださってますが、その良きこと、素晴らしきこと、完全なるものが本当はあるんだっていう、心の肉体の目の裏のうちに、心の眼があると思いまして、光り輝く世界を描くんですね。それを6つの言葉です。知恵、愛、生命、供給、喜び、調和。神様では素晴らしくて、本当は書ききれないぐらいに素晴らしくですけれども、その素晴らしい恩徳を6つの徳として、こう、描くんですね。感謝の言葉を。それを神の無限の知恵の海、神の無限の愛の海、神の無限の生命の海、神の無限の供給の海、神の無限の喜びの海、神の無限の調和の海。
とこういうふうに広くこう穏やかに広々とはるばると広がっている大海原の姿を思い描く、見つめる、その神様の無限の命と自分が一体である、その命を受けているという今度祈りに移っていきます。一切大調和の世界である、この大調和の実相の世界にいて、我神の子として、ここでも出てきますね、我神の子として、神より無限の生かす力の供給を受けつつあるのである。ここまでは基本的真相観と同じです。ここから少し言葉が変わるんですけれども、この6つの恩徳を一つ一つ自分もそれを受けているとこう確かめながらいくんですね。で、自己礼拝ですから、自分を敬う気持ちで唱える言葉になっていきます。神の命我に流れ入りたまいて、我が命となりたもう、我は神の子である、すでに無限の知恵に増しますことを礼拝し立てまつる、自分の命に礼拝し立てまつるっていう唱えるんですね。最初そんななんか偉そうなあれかなと自分でも思って、でもだんだんいると、本当に自分の命が尊い神様の命なんだから、自分という現象を礼拝するんじゃなくて、自分の奥にある皆さんと同じ共にある神様の命を礼拝するんだから、立てまつるでいいなってくるんですよ。尊い気持ちになってくる。このようにこの言葉を繰り返して、その命のところ、知恵のところが愛になる、命生命になって、供給が富と呼びます。それから喜び調和という歓喜ですね、そういう祈りで唱えます。その赤い字だけ言います。すでに無限の知恵に増しますことを礼拝し立てまつる、すでに無限の愛に増しますことを礼拝し立てまつる、すでに無限の命に増しますことを礼拝し立てまつる、すでに無限の富に増しますことを礼拝し立てまつる、すでに無限の歓喜に増しますことを礼拝し立てまつる、すでに無限の調和に増しますことを礼拝し立てまつると祈ります。これでこの祈りは終わりです。では残りの時間、短いですが実習してに入りたいと。最後ですね、光明思念の歌という締めくくりの歌で、天照御親の神の御すばるの命いい照らし国静かなり、そういう神様の無限の恩徳に包まれている平和の、絶対平和の姿をお祈りします。では、姿勢を正して、座れる方は、背もたれをちょっと離れ、きつい方はそのままでも結構です。それでは、礼拝いたします。実相のご記号を通しまして、宇宙の大生命を礼拝いたします。礼拝。二拍手、一遊、名目合唱を願います。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。静かに静かに深く息、長い息を心がけてください。息とし土
貫きて今五感の世界を去って実相の世界にいる。我今五感の世界を去って実相の世界にいる。ここがこのまま実相の世界である。後念じまして神様の光り輝く神霊みつみつる実相の世界、光り輝く世界を見つめます。次のごとく念じます。神の無限の知恵の海、神の無限の知恵の海、神の無限の知恵の海、神の無限の愛の海、神の無限の愛の海、神の無限の愛の海、神の無限の生命の海、神の無限の生命の海、神の無限の生命の海、神の無限の供給の海、神の無限の供給の海、神の無限の供給の海、神の無限の喜びの海、神の無限の喜びの海、神の無限の喜びの海、神の無限の調和の海、神の無限の調和の海、この大調和の実相の世界にいて、我今神のことをして、神より無限の生かす力を受けつつある、供給を受けつつあるのである。神の命、我に流れ入りたまいて、我が命となりたも、我は神の子である。すでに無限の知恵に増しますことを、礼拝し、立てまつる。神の命、我に流れ入りたまいて、我が命となりたも、我は神の子である。すでに無限の愛に増しますことを、礼拝し、立てまつる。神の命、我に流れ入りたまいて、我が命となりたも、我は神の子である。すでに無限の命に増しますことを礼拝し立てまつる。神の命、我に流れ入りたまいて、我が命となりたも、我は神の子である。すでに無限の富に増しますことを礼拝し立てまつる。神の命、我に流れ入りたまいて、我が命となりたも、我は神の子である。すでに無限の喜びに増しますことを礼拝し立てまつる。神の命、我に流れ入りたまいて、我が命となりたも、我は神の子である。すでに無限の調和に増しますことを礼拝し立てまつる。これが自己礼拝の真相観ので念ずる言葉であります。光明思念の歌を持って終わります。Amaterasu miyo ya no kami no misumaru no inochi terashiku
しくに静かなり。リアクション終わります。では再び礼拝いたします。礼拝。二拍手。以上をもちまして自己礼拝の真相観説明と実証を終わります。真相観、大好きになって我は神の子なりという自覚を深めてまいりましょう。ありがとうございます。